激化するならライデンより八重美子。ライデン将軍は激化してる暇がないね。あの使ってもいいけどって感じ。しっかり立ってな。ライデン将軍はあれよ、オッペイソード稲光すなわち永遠なりの火力がヤバすぎます。これ154%とか見たらえ意外とそんなって思うかもしれないけど、眼力の効果でダメージすごいぐらいダメージアップしてるんよね。あの攻撃力のこのパーセンテージめっちゃ上がるんですよ。だからなんか普通に通常攻撃とか爆発の倍率がえげつなくて、まあ激化反応起こったとしてもあんま、あでもちょっと軽く伸びたかなぐらいになっちゃう。元々の倍率がえぐすぎて眼力の分ダメージアップしてて、うん。であとライデン将軍って欲しいステータスが多すぎてさ、え現茶は爆発回すためにいるだろ、サポートの能力伸ばすためにもいるやろ、でダメバフにするためにもいるしな現茶ね、回心率回心ダメージいるだろ、攻撃いるだろ、熟知に割いてる余裕がないっすねどこにも、うん。だからまあライデン将軍にとって激化反応っていうのはまああるならダメージ上がるからいいけど、めちゃくちゃ変わるかって言われたら、必須かって言われたらそうでもないって感じです。だから来年ナショナルに草元素っていないでしょ、うん、な感じ。チャージ300あるけど率50、とてもじゃないけどライデン将軍の時計に熟知とかそんな持たせるスペースはどこにもないよね、うん、かな。原茶盛りすぎて会心死んだ。まあ250ぐらいあればいいと思いますよ、ライデン将軍。250。まあ武器にもよるか。230とかでもまあ耐えてはいる。かな。ライデンナチュラル。天道万象。ライデンナショナルじゃなくてライデンナチュラルはマジでゴロだよな。ゴロがいいわ。